勉強配信お疲れ様でした。質問なんですが、分離選択に迷っています。助言をください。まあ、これはね、あの、まあ、いろんな考え方があって、えー、まあ、よく言われることといえば、まあ、大学でね、えー、何を学びたいのかっていうことに沿ってやったえー、選んであげましょうっていうふうにね、まあ、よく言われるんですけど、これは、 えー、ある意味では正しい。けど、ある意味では、ちょっと違うか場合もある。例えば、まあ、東大とか、まあ、特殊な例かもしれないんですけど、東大の場合っていうのは、もう大学に入っちゃえば、一旦ね、大学に入った後に、そっから先に新振りっていう制度で、まあ、点数取れば、その、行きたい学部に行ける。みたいな制度があって。で、まあ、要は、大学に入るところが、一番大事なんですよね。あの、 一番大事っていうか、大学に入っちゃえば、そっから先に、えー、自分の学びたい学問っていうのを学べるようになるわけなんですよね。だから、その、じゃあそこで何を基準にして選んだらいいのかって言ったら、分離の、まあ、要は高校の範囲だけで何が好きなのかっていうところなわけですよ。高校の範囲でね、数学があまりに嫌いだったら、当然文系の方を進めばいいし、でもね、実は生物が好きなんだったら、文系の学問で、まあ、東大入った後に、その生 生生物、ねえー、の生物のに進んでもらえればいいわけじゃないですかまあなんかそういう,こう自分の道筋っていうのを見てあげて生物学びたいって思ったとしてもでもそのために高校の間超苦手な数学を学び続けなきゃいけないっていう苦しみとうまくね比較考慮をしてほしいなって思いますねはいまあなんだかんだ苦手な科目を選んでしまったがばかりに自分の 想定していたレベル帯の大学に通えないっていうのは、それはそれで結構苦しいものがあるんですよ。自分の気持ち的にね。もちろんそれがね、すべてではないっていうのは当たり前なんですけど、あの、やっぱり目指してるところに行けなかった。ねえまあ。自分の好きな学問じゃないけれども、行きたい大学に行けた。っていうところの幸福度と、自分の学びたいね、学問ではあったけど、行きたい大学よりも、まあ一定レベル低い。 ね、レベルの大学に行ったと。そこの、えー、どっちの方がいいのかっていうのは、結局人それぞれなんですよね。だから、学びたい学問が学べればいいかっていうよりかは、実際にね、えー、学んでみると、案外いろんな学問楽しかったりするので、まあ、そこは、その自分が何を目指してるのかっていうことを重要視してもらえたらいいかなと思います。はい。えー、河野さん、こんにちは。あ、スーパーチャットありがとうございます。